さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今月もミッフィー Vlog 月末ですね。もう、7月が終わるんで、まあ、月末はちょっとね、簡単なミッフィーのグッズ紹介というか、まあ、購入品開封レビューっていう感じでお送りしたいと思います。さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今月もミッフィー Vlog 月末ですね。もう、7月が終わるんで、まあ、月末はちょっとね、簡単なミッフィーのグッズ紹介というか、まあ、購入品開封レビューっていう感じでお送りしたいと思います。で、今回ね、ガチャですね。まあ、もう顔が2つ見えてるんですけど、この時点でね、めっちゃ可愛いんですが、今回ね、ミッフィーのね、カプキャラですね、第5弾を回してきました。300円でこの状態でカプセルとして出てくるミッフィーのカプキャラですね。で、今回ね、欲しいのがありまして、この4種類のラインナップがあるんですけども、雨の日ボリスが出るまで、回してやろうと思って、今回ね、3回回して最後に出てきてくれました。まあ、ここまで来たらコンプしようかなとも思ったんですけど、ちょっとね、現金をね、あまり持ち歩かないんですよね、普段。あの、ガチャやる時って、ガチャやるぞっていう、あの、惰性でガチャやることってあんまなくてですね、ガチャをやるぞっていう感じで出かけたりすることが多いんで、普段ちょっとね、あまりこう現金をこうね、あんまり持ち歩かないので、今回ね、ちょっとたまたまこれを見つけた時に、まあ、3回分ぐらいね、回すことができたので、3回目でこう出てきてくれて、ちょっとした運命を感じましたけども、今回はこれをちょっとね、3種、作っていこうと思います。で、ちなみにこれ2つ顔同じミッフィーなんですけど、ダブったかどうかちょっとまだ分かりません。はい、ダブってる可能性もあります。ちょっと違うんですけどね。さあ、ビニールを外しまして、もうこの時点でやばいですね。この時点でだいぶ可愛いんですけど、まあ、この時点ですでに可愛いんですが、まあ、ここからさらに、このカプセルを開けるとね、中にパーツが入ってるんですよね。よいしょ。あ、やばいな。そうなんです、今回ミッフィー2種あるんですけど、この色がバーナード狙いでした。こちらはボーダー柄のミッフィーですね。ボーダー柄のミッフィーが出てきてくれましたね。しかも私の大好きなオレンジということで、こんな感じで体のパーツと耳のパーツが中に入ってるので、これをこうですね。あ、耳のパーツも先に入れるのかな。これをね、先に装着していきます。さあ、来ました。いや、この頭でっかちな感じがめちゃくちゃ可愛いですね。オレンジボーダー柄の洋服を着たミッフィーの完成でございます。いいね。ツルツルした素材なんでね、ちょっとこう光に光沢な感じが見えますけども、ツルっと素材な感じのミッフィーですね。お耳もね、可愛いんですよ。若干動くっていうね、この耳がね。まあ、これは仕様なのか、そういう作りなのかわかんないんですけど、ちょっと耳が動くのもポイント高いなと思いますね。はい、で、じゃあどんどん作っていきたいと思います。お次はこちらですね。さあ、こちら中開けてオレンジだったら残念ながらダブリということですね。いきます。よいしょ。お、きた。やった、黄色のミッフィーですね。よし、
ダブリではなかったですね。これでもガチャガチャマシンから出てきた段階では分かんないですね、この感じ。じゃあこれも組み立てていきましょう。やばい、なんかちょっと坊主頭のミヒみたいになっちゃった。さあ同じように組み立てるとこんな感じになりますね。よいしょ。ああいいね、黄色いお洋服がまた可愛い。ミッフィーが完成でございます。いやーいいね、やっぱこう並べたりしてもいいしね。300円ボリュームかなり高いですよね、最近のガチャ。300円ってこう一番安いラインになってきてますけども、まあ中ではボリューム高めかな。さあ今回一番欲しかった雨の日ボリス、もう色味色合いとしてはもう最強です。このオレンジとブラウンな感じがね、いやボリスとオレンジめっちゃいいですね。これも開けていきたいと思います。バカ、あーこれはいいわ。もうすでにこの時点でもうちょっと色が最高にいいですね。さあ組み立てていきましょう。ミッフィーと同じように体のパーツと耳のパーツが内蔵されてます。では同じように組み立てていきましょう。後ろがもう完全にオレンジですね。はい、来ました、できました。うわかわいい。これ今回の第5弾の中では僕個人としてはこの雨の日ボリスが一番、当たりなんじゃないかなと、一番かわいいと個人的には思いました。このオレンジの感じたまんないですね、めちゃくちゃかわいい。いやーいいね、まあ、何よりこのね雨の日スタイルってね、この服もねめっちゃ可愛いんですよね。この濃いめな青とオレンジっていう感じで、さっきのボーダーのミッフィーちゃんのオレンジとはまた違う色ですね。さあというわけで今月も毎月末ミッフィー Vlog、 今回はちょっとねだいぶサクッとした感じで、やっぱねちょっとイベントがない月はどうしてもねガチャのレビューとかになってしまうんですけども、なんと8月ねまた、ミッフィーフラワーミッフィーのポップアップ、あれめちゃくちゃあれな人気なんですかね。フラワーミッフィーやたらこうポップアップを各地で開催しているような印象を持ってますけども、そちらちょっとまたね8月はそちらに行ってみようかなと思っております。ただフラワーミッフィーはねちょっとどうしてもやっぱグッズの質感とかに関してはデザインとかもね非常にこう、まあ、ガーリーな感じというかね、こう女性向けな感じがするところもあるんですけども、まあ僕個人としてはやっぱりミッフィー店、そろそろもう一回行きたいなという感じでございます。ちょうど2年前ですかね、2年前ぐらいの春に開催していたミッフィー店立川のプレイミュージアムですね、もうあのイベントもう一回行きたいっていう感じなんで、グッズもねミッフィー店の時ものすごいあの限定グッズとかすごいおしゃれなものばっかだったんで、まあ、そういった意味でも、ね、また新しいそういうイベントに行きたいと思っております。このチャンネルバーナード Vlog ではこういった可愛いものを日々探求していく私のライフスタイル Vlog でございます。もし趣味の合う方がいたらまた遊びに来ていただけると嬉しいです。で動画最後まで見ていただいた方は動画の評価、何でもいいので、ね、ポチッと高評価低評価思ったようにつけていただけると嬉しいです。ミッフィーコンテンツは月に一度月末あたりに更新しているような感じですので、ミッフィー好きな方もまた遊びに来てください。過去のミッフィー動画もね概要欄に貼っておきますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけで今回は、ミッフィーカップキャラの紹介でございました。来月は、フラワーミッフィーポップアップ等々なんか新しいイベントがあればこの足で行っていきたいと思います。はい、かわいいでしょというわけで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。